よく乗ってます。お、よかったです、よかったです、ありがとうございます。股関節、骨盤のズレは、うん、どこの歩いても、あ、やっぱり開きづらいなって思ってたから言ったことはあったんですよ、うん、じゃあちょっとやってみるなみたいなんでやってもらったけど、うんうん、まあまあやっぱ開きにくいよなと思っとって、うんうん、で今日施術してもらって開くと思ってほぼ治りましたよね。はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ今から施術をしていきたいんですけども、はい、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、右肩の痛みと引っかかりと骨盤のズレが気になります。なるほど、どっちの方が気になりますか。右肩痛い、痛いというか引っかかってる感じ。はい、なんか回すと引っかかるとか。あ、そんな感じです。ああ、回した感じ今どうでしょう。なんか引っかかってるなとか嫌な感じってありますか、左と比べたら。なんかちょっとコキコキ言う。コキコキ、オッケーです、オッケーです。じゃあちょっと動きだけ、ね、他にも見たいんですけども、はい、首ぐるっとできる範囲で回してみてもらってもいいですか。逆回してみてもらって、首は動かしにくいとか突っ張る感じとかそういうのはいかがでしょうか。こっちに向けた時が、うんうん、こっちに傾けた時より傾けにくいかなって今思います。OK です、OK です。じゃあ今度横向きになっていただいて、ゆっくりと首を下向き上向きってやってみてもらっていいですか。下向き上向きは大丈夫ですかね。はい、うん、じゃあ今度は肩幅足開いていただいて、横向きのままでできる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。 OK です、OK です。よく柔らかいですね前屈後屈は痛みが出るとかそういうのは大丈夫でしょうか。大丈夫です。骨盤はなんかずれてるっていうのはどういうのが一番気になりますか。足の裏と裏合わせて座った時に高さ、うん、左右の高さの違いが。あ、なるほど。一回ちょっと座ってやってみてもらってもいいですか。なるほど、右が高いですね。高い。左は全然開くんですけど、こっち側は開かない。いつぐらいからですか。半年ぐらい。半年ぐらい前。何かきっかけとか原因とか。分かんないです気付いたらなんか右だけ開かへん。はい、みたいな。 OKOK、 なんとかしていきますんで、お願いします。はい、じゃあ横のベッドに移動お願いします。はい、ゆっくりと左向いて楽にしてもらって、そのままですね、ダラーンと肩の力をダラーン、右向いて楽にして、そのままですね、ダラーンと。すげえ大丈夫ですか。はい、ちょっと引っ張りますよ。一度座っていただいてもいいですか。足を伸ばしたままお座りください。一度ね、胸を張った状態で後ろにもたれてきてもらってもいいですか。で、首の後ろ、ここで両手を組んでもらって、指と指をしっかりと結びます。で、失礼します。一旦脇を閉じた状態で、もう少し胸を張りましょうか。で、後ろにもたって、顎を引いて、もう少し下向いて、で、脇閉じて、もう一回ね、肩の力だ。もう一回背中丸めて、大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーっと。もう一度だけ背中丸めましょうか。肩の力吸って、はい、OK、手を押しましょう。じゃ下向いたまま顎を引いて楽にしておいてください。これで最初と同じように首ぐるっと回した感じになるでしょうか。治ってますか。すごい。肩は回した感じ、引っかかり感とかどうでしょう。引っかかりはないです。お。治ってる。お。柔らかい。治ってます。こんくらいしか治らなかったから。
お、すごい。登るようになったんですよ。かったよかった。怖っ。すごいですね。うん。あ、よかったよかった。ありがとうございます。はい。始まって1分ぐらいです。なんとだ。まだね、あの他にもやりますんで。はい、お願いします。左足を曲げておいてもらって、右足を伸ばしましょうか。ちょっと両手引っ張りますよ。両肘を曲げた状態で、お尻少し前に行きましょう。そうですね、ゆっくりと倒していきます。大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふー。今度は逆向きで寝てもらってもいいですか。次は右足を曲げた状態でこちらを伸ばしましょう。両手引っ張りますよ。両肘を曲げてもらって少しお尻前に、ゆっくり倒していきます。大きく息を吸って、はい、吐いて、ふう。上向きで寝ましょうか。足を伸ばしたまま、まず左足曲げてもらってもいいですか。でこのまま足を開きましょうか。はい、閉じて、はい、開いて、はい、閉じて、上に上げます。もう一回開いてみましょう。はい、足伸ばしましょう。右足を曲げていただいて、こっちも開いてみてもらっていいですか。でも開きにくいとかってありますか。開きにくいですか。上に上げましょうか。左に比べると、うん、まあ、さっき右やら硬かったですもんね、はい、この感じと、はい、足伸ばしましょう。左足曲げて、はい、横に開きます、うん、なんとなくやっぱ一個一個で足開いた時に左のがちょっと柔らかいなっていう感じって分かりますか。はい、ちょっとここの、ね、股関節を押していきます。はい、ゆっくりと開いて、ちょっと痛いですけどね、開いて閉じて、まずはこれを10回いきます。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で上に5回だけ、1,2,3,4,5、 場所変えます。今度ここからもう一度ゆっくり開いて、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、もう一箇所いきます。ここからゆっくり開いていきましょう。横に開いてみましょうか。ちょっとここね、じわーっと押していきますよ。
これでですね、もう一回足開いてみてもらった感じ、今いかがでしょうか。かなりいきますね、はい、上に上げた感じどうでしょうか。全然引っかかりないです。うん、OKOK。ですね、左手をもらいます。一旦腕の力だらーんと楽にして、手を後ろに回しましょう。肘を曲げた状態でゆっくりと後ろにもたれます。逆向きで反対側をお願いします。右手をもらいます。腕の力だーんと楽にしてもらって、一度ね、大きく息を吸って、はい、吐きます。で、手を後ろに回しましょうか。背中に持ってきてもらって、ゆっくりと後ろにもたれます。
はいですよ、ゆっくりと起き上がってください。うん、大丈夫ですか？全部施術が終わりましたけども、はい、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？はい、めっちゃすっきりしました。よかったです。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、はい、最初と同じように首をぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回していただいて、今首を動かした感じいかがでしょうか？動かしやすいです。最後肩を動かした感じはどうですか？今引っかかりないです。おお、よかったです。じゃあ今度横向きになっていただいて、また今度ね、首を下向き上向きってやってみましょうか。下向き上向きは特に痛みとかもなかったとは思うんですけども、はい、最初と比べたら今いかがでしょう？動かした感じは上向きの可動域広がってる気がする。 OK です、 OK です。じゃあ今度は肩幅足開いた状態で、はい、できる範囲でいいので前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします。手を添えて後ろに反ってみましょうか。今腰は動かした感じいかがですか？これ柔らかくなってないですか？もともと柔らかいけどよりね柔らかくなってますよね。 OK です、 OK です、はい。じゃあ、あと、ね、さっき言ってた、あぐらをかくような形、一回座っていただいて、まあ、さっきみたいに足開いた感じ、いかがでしょうか？だいぶ開きやすくなってる。だいぶ開いてますね。あんまり今遜色ないぐらい。ですか、うん。開くようになってます。あ、よかった。ガチですかね。めっちゃ開いてますね。どうですか、感じ的には？え、最初マジでなんか、うん、こっちはほんまに開くの痛かったんですよ、ね、開いてなかったですね、うん、開くなってます。あ、よかったです、よかったです、ありがとうございます。矯正術を受けられてなんですけども、はい、全体的な感想っていかがでしょうか？肩は結構ずっと気になってたところやったんで、マジで引っかかりなくなっておーと思ったのと、股関節、骨盤のズレは、うん、どこの歩いてもあ、やっぱり開きづらいなって思ってたから、あ、結構それも今までも接骨院とかは言ったことはあったんですよ、うんうん、まあ、開きにくくて、あ、そっか、まあ、じゃあちょっとやってみるなみたいなんでやってもらったけど、うんうん、まあ、もうやっぱ開きにくいと思って、うんうん、で、今日施術してもらって広くと思ってほぼ治りましたよね。はい、ありがとうございます。よかったです。じゃあ今日は一旦ここまでにしておきますので、はい、これで一度様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございました。